皆さん、こんにちは。さっさっさと情報がよくわかるサリーチャンネルへようこそ。ワークマン社外取締役のサリーです。今日はですね、いち早く2024年秋冬ものの、パンフレットがですね、カタログが公開されましたので紹介していきたいと思います。まだこちらワークマンの公式サイトには、掲載されておらず、ちょっとアンバサダー限定でね、先に、私もアンバサダーというかもう社外取なんですけども、今日から、情報解禁ということで紹介していきます。公式サイトには23日から、掲載されるということなので、まずね、いち早く一緒に見ていければなと思います。私も今回、ちゃんと見るの初めてでございますので、ワクワクしております。こちらが、ワークの方ですね。ワークマンのカタログって、片面が、プロの職人さん向けのページで、片側が今カジュアルに、ね、なってるんですけども、こちらの職人さん向けのプロページの方はアンバサダーの山下さんですね。どんどんかっこよく、表紙になっております。で、こちら側、個性を掘り起こせというのが今回テーマになっているのでしょうか。よりなんかすごくね、今までの感じよりもポップに、なんか雑誌みたいなね、感じの雰囲気になってて、面白いですね。じゃあ早速見ていきましょう。はい、今季もね、定番だけど、毎年柄が変わるボーダーのシャツであるとか、こういうチェック柄のビエラシャツ、あとちょっときれいめ系のね、ワークマンのレディースなどの、あとキッズもあるよというところで紹介がされていますね。新しい発想、新しい機能、新しい明日へというところで、このジャケットもなんかすごいかっこいいですね。あ、これがですね、実は後で詳しくやりますが、X シェルターと呼ばれる新しい素材、もう世界初のワークマンが開発した素材でございます。これ後で詳しく紹介します。はい。そして、レディースのね、こういうちょっと丈が長めのあったかいシンプル系のもちょっと初めて出ますね。これが何かというと、これリトスターパーカーなんですね。あ、去年、もう毎年出ているやつなんですけども、リトルサイズなので、女性でもなんか可愛らしく着られると。はい。着るを楽しむと生きるが愉快になる。さあ、秋冬も個性と機能のワークマンというところで、いろんなね、釣りだったり、趣味、トレッキング、ランニングだったり、あと日常生活も機能性と一緒にね、楽しくやっていきましょうというコンセプトになっております。はい。こちらのページは、メンズのカジュアルのページですね。今期新作とかでいうと、この辺新作ですね。スウェードタッチストレッチシャツジャケット1900円。スウェードっぽい素材感っていうのは、今期初めてですね、ちょっとこっくりとした秋冬らしいシャツが登場です。あと、このあたりもニューばっかりですね。ミドルウェイト裏もフルジップフーディ1500円。いわゆる、今までは結構、こういう感じの、前にファスナーがないフーディって結構多かったんですけども、今季ちゃんとこのファスナーがついてる感じのフーディ、これファスナー付きで1500円はね、非常にお安いですよね。で、カラーもすごく使いやすいカラーも、差し色になるようなカラーもあるので、コーディネートもしやすいかなと思います。あと、もうシンプルなトレーナーっていうのも去年から出始めていますが、こちらもミドルウェイト、裏もトレーナー1280円とかね、お安いですよね。あと、カラーボーダー長袖 T シャツ980円。こちらと、あとこのビエラチェックシャツに関しては、もう近くの路面店で私入荷しているのを見ております。あとはこのベロアのトラックジャケットですね。これ去年も、出ておりましたが、カラーを変えて刷新して、発売というところですね。ジャケット1900円、パンツが1900円です。あとは、定番のコーデュロイイージーパンツも、パンツがね、イージー、このコーデュロイのパンツ1500円で買えるの本当安いですよね。あと、私これも好きです。ワイドフィットコマンドセーター1900円。ちょっとね、ダボっとしたシルエットと、あとこの肩とかね、ポケットのちょっと異素材が入ってるのもいいですね。あとはワイドフィットカーディガン1900円です。秋冬アウター仕掛けのワークマンメソッドというところで、ラフに着崩してみたり、重ね着してみたり、いろんなアウターが勢揃いしておりますっていうところですね。もうなんかこの辺りを見てると、ワークマンというよりはもう本当普通のアパレルになってきたなという感じがいたします。ちなみにどんなのを着ているかというと、スウェードタッチストレッチリブジャケット1900円。あ、このなんかちょっとね、ジャンパー的な感じのやつですね。こちらがソリッドウーブン耐久撥水パデットフーディ2900円。ちょっと、分厚すぎない感じの程よいじゃ、冬物ジャケットですね。これ2級安いですね。そしてこれは大定番のウォームシールドフリースカバーオール。これもかっこいいですね。あとは、これちらは、去年もありました、メルトンひょうたんキルトのリバーシブルスタジアムジャンパー3900円。そして、
ボールパデットスタンドブルゾン2900円。そうそう、去年の2級の冬物アウターというとこれが一番メインであったんですけども、今季はこのあたりも入ってくるというところで、結構ね選べるもの増えてくるかなという感じです。あとこちらもコーデュロイパデットブルゾン2900円。2900円ラインの本当アウターが増えてくるのってお財布にも優しくていいですね。はい、そしてこちらがカジュアル&アスレジャーというところで、サーマルニットプルオーバー1500円。ニットっぽいけどまあニットじゃないというところで、洗濯とかねケアもしやすいですね。お、あとこちらも新作、エラストフリースフルジップフーディー1900円と、パンツも1900円ですね。バイカラーがねいい感じですね。はい、そしてこのあたりは大定番のダブルフェイスシリーズです。今季はキャップも出るんですね、780円。あとシル、ビッグシルエットのフーディーは1500円。あとキッズサイズもあるそうです。トレーナーのタイプですね、プルオーバータイプもキッズがあって、あとは定番のコットンスラブの、シャツも1280円となっています。はい、あとダンボールカーディガン1500円であったり、重ね着に便利そうなモックネックプルオーバー1280円。あとこれもね去年すごく人気でしたね、スフレジャガードプルオーバー。これ編み込みの感じがセーターっぽいですけど、セーターではないです、スウェットっぽい素材なので、まあこれは本当お手入れ楽々でいいですよね。あとはブロックライナーフルジップフーディー、これ新作ですね、1500円、安い。はい、そして、フリース系ですね、ホッとする優しい肌触りおすすめ4選ということで、もうこの辺も大定番でございます。ストレッチフリースノーカラーベストが980円、安い。そして、ノーカラージャケットの長袖の方ですね、これ1500円。これ伸びてめちゃくちゃ気持ちいいんですよね、フリースなのにストレッチがあるの最高です。あとフリースサイドジッププルオーバーが980円に、あとこういうね髪の毛、に頭につける系のアイテムも399円だったりとお安いです。あと大定番のボアフリースカーディガンも980円で、引き続き販売です。ワンパクでもいい、綺麗は保ってほしい。これあれですね、ワンパクでもいい、たくましく育ってほしい的な、ボアハムのちょっと年代が分かる人には分かるというハムのね、あれをなんかオマージュしているあれですね。汚れが落ちやすいシャツ、アクロバットが踊れるシャツというところで、これが、あ、でもこれ新作ですね、アクトライトストレッチ長袖シャツ1500円。バネ状の繊維構造の糸を使用することでストレッチ性、携帯安定性を兼ね備えたシャツ。これ初めて見ますね、どんな感じなんでしょう、ストレッチが効いてるのかな。そうですね、ストレッチイージーケア UV カットだそうです。色味もすごくシンプルで使いやすそう。そしてこちら、汚れが落ちやすいオックスシャツ1500円。もう本当にシンプルな、ザ・シンプルなシャツが欲しいんだよという方には、しかも汚れがつきにくいというところで1500円ありがたいですね。はい、そして、もっちりタイプのフリースクルーネック1280円とか、もっちりフリースタートルネック1280円、こういうのなんかすごい着心地良さそう。あとはやみつきベロアシリーズ、そして毛玉になりにくい、スウェットジャケット、こちらが1900円。去年くらいからねこういう感じのジャケットすごい流行りですよね。あとパンツも毛玉になりにくいタイプが1900円です。はい、そしてこちらがソロテックスを使用した、ジャケット系ですね、スーツジャケット系でございます。こちらが、2900円、パンツも2500円。あとちょっとジョガータイプになっているパンツが2500円になっています。ちなみにレディースものもありまして、レディースのジャケットが2900円、パンツが1900円です。今季はさらに生地感にこだわっている、このメランジ感のある素材で優しい印象プラスというところで、仕事着だけではなく普段のワードローブにも気兼ねなく着用できる一着というところで、このプレミアムスーツジャケットが3900円。このカラーとかもね、結構ミックスネイビーとかミックスブラウンとかもすごく秋らしくて素敵ですよね。で、スーツパンツの方が2900円です。そして去年も人気だったフリスターパンツ、これね、なんかね、長さを、裾の丈とかをね自分でこう変えられるタイプのパンツ、こちら2500円です。はい、というわけでここからちょっとレディースがを見ていきましょう。こういったモコモコフリースタイプのカーディガンであるとか、あとでも大人気の定番のダイヤフリースの、ジャケットですね、これ大新作でございます。3番デタッチャブルプードルファーアウター2780円。この
モデルさん着てらっしゃるの、かわいいですね。かわいい。こういうの着たい。もこもこしてるの大好き。で、さらに袖が外せて、ベストタイプにもなります。さらに裏地がアルミプリントなので、暖かいと。これがね、2780円で買えるのめちゃくちゃ安いですよね。で、あと、まあ結構定番っぽいというか、まあでも新作になるんですかね。デチャッチャブルパフィーブルゾン。3900円。これも袖が取り外しできてベストになるということです。こちらもアルミプリントで暖かいタイプ。あとは着回しが効く汚れにくいカーディガン、こちらが5番サーバースウェットウォームカーディガン1500円。去年と色味がちょっとね変わってきてるのかなと思います。あとはこれもデタッチャブルシリーズのフリースですね。6番。そして長めのアウター、防寒アウターと、8番もひょうたん柄の長めの、アウター、そして9番、こちらが防風撥水ストレッチウォームアウター、3500円ですね。このあたりが先ほど話したのも全部このあたり2900円でございます。もうワークマンのアウターレディース2900円、高くてもね3900円ぐらいで購入できますので、暖かい冬のアウターを探しの方、ぜひワークマンチェックしてみてください。あと、普段着で着られるあたりとして、ストレッチライトプルパーカー1500円とか、あとモコモコ系の帽子ですね、980円。あと毎年大人気のセーター系ニットのようなね、こういうアゼ編みのセーター、ソロテックス仕様のアゼプルオーバー1500円。毛玉になりにくくて洗濯しても本当型崩れしにくいです。あとは秋の、秋でも冬でもね、本当中に着るアウターインナーとして私がすごい使ってるのこのサーバーバスクシャツ980円です。これも定番商品で本当売れてて、まあ定番のボーダー、あと無地もあるんですが、お水がついても撥水加工の中で、濡れにくくなってるので、家事とかねするときも本当に最高でございます。はい。あとサーバーリブオーバー V プルオーバー、 V ってそういえばワークマンで少なかったですが、今季は V ネックも登場します。あとはソロテックス仕様のウォームロング T シャツ、この辺もね、あ、ウォーム裏起毛なんですね。あとは定番のこういうジップがついている、パーカー2300円。色味が柔らかくて着やすそうですね。あとリブのニットタートルネック1500円。ありそうでなかったリブタートルネック、今まではこのミラノハーフミラノリブタートルネックがあったんですが、今季はこういうね、ちゃんとしたというか、もうしっかりもうリブタートルだよっていう感じのも出るんですね。しかも1500円安いですね。はい。あとすごく着やすそうなベロアの2マイルパンツなども1780円です。はい。続きまして。あ、これさっきのね、モコモコのデタッチャブルプードルファーアウター、かわいいですね。これ今季私欲しいですね。定番のストレッチパンツ系1900円だったり、これもなんか黒のこういうちょっとアクティブカーゴ系、ちょっと先がつぼまっている絞ってある感じもすごいなんか黒かわいいですね。そしてお家にいるとき着るとあったかい高撥水キルトウォンパンツ、すごいね中綿入っててふわふわしてあったかい、これ2500円です。あとなんだかんだですごく売れてるのがこのウォームクライミングパンツね、2900円などなど、定番のパンツも、お安く揃っております。はい。続きまして、レインアイテムでオンオフとスタイルの完成ですよと、まあこんな感じでオフィスで着られる感じだったり、こうやるとカジュアルでも着られるよというところで、高撥水フーデとロングレイン2900円ですね。これももう毎年大定番の人気の商品になっております。持ってる方も多いのではないでしょうか。いろんなカラーがあるのでね、コーディネートに合わせてさらに買い足していただくのもいいかなと思います。で、他にもですね、エニシェルジャケット1900円、これは防水ではないんですが、高撥水でかなりお水弾きます。私もちょうど今これね、ワークマンコラムの方に書くんで、あの手元にサンプル持ってるんですけど、すごいね、あの薄手の素材で、あの1枚半袖の羽織なんかにも感じもすごくいいですね。あとレインポンチョ2900円、これもすごい長めで、あの男性でも着れるサイズ感です。あとは高撥水シェルダージャケット1900円とか、レインジャケットストレッチパーフェクト、これも定番ですね。ジャケットが2900円、あとレインパンツ単体などでも販売がされています。お値段重視でいくならこちらのレインスーツ、上下セットで2900円もお安いですね。はい。そしておうち時間が楽しくなるふわもこアイテムでございます。わーもこウエストパンツ、いいですねこれね。お腹から、下半身の方まで温めてくれるのが580円、安いで、ウエストの、まあ、腹巻きですよね、499円だったり、あとメディヒールの血行促進効果があるやつが1900円各。
お、あと何これ、ワーモコの腹巻き付きロングレッグサポーター1280円。お、なんかちょっと引き締め系のアイテムも出てきたんですね。いいな。でこれも段階着圧ワーモコレッグサポーター780円、あとハイのタイプ980円などなど、お家で暖かさと引き締めを叶えたい方にぴったりでございます。お、あと静電フリースボア、カイロが収納できるフットウォーマー499円、これも新作ですね。これ大定番のヘアルームブーツでございます。はい、あと日だまりルームウェアふわふわタイプ上下セットで1500円、めちゃくちゃ安い。これ絶対柔らかくって楽で気持ちいいやつ。このモデルさんが着てらっしゃるやつですね。かわいい、欲しい。あとはふんわり系のルームソックスも、お安く揃っております。はい、あとですね、あったかインナーにもワークマンでは力を入れております。新ホッとするインナーというところで、8分丈のシームレスユーネック、こちらが780円、値段もお安い。あとは長袖のタートルネックタイプも980円。あとは本当にもっと寒、私は寒がりなんだっていうね、より厚手のタイプがエクストラウォーム、長袖ユーネックが980円ですね。あとちょっと、肌に当たる面がコットン 100% の肌に優しいのがいいよって方も980円でございます。あとカップ付きのタイプ、カップ付きのタイプいろいろ楽ですからね、こちらもなんと980円。今もうこういうカップ付きのねタイプ980円じゃ他のメーカーさん多分買えないと思います。非常にお安い。あとはさらに寒いがりさんには裏フリースタイプのものも980円、あと裏フリースのロングダイスも980円とめちゃくちゃお安くなっております。あとワークマンといえばメリノウールですよね。で、まあ、メリノウールは結構登山系のねアイテムで多いんですが、保温力と吸湿発熱機能で暖かいとチクチクしにくく、消臭性もあるというところで人気の、まあ、あの普通だったらねすごく高い素材なんですが、ワークマンですとメリノウールのタートルネックが1900円だったり、あ、ご褒美な腹巻きショーツ、これもメリノウール1900円。こういうのなんかプレゼントでねあげるのもすごくちょうどいいですよね。なかなか自分ではわざわざメリノウールの買ったりもしなかったりするので、プレゼントでもらったら嬉しい。あとロングタイツとかね、あら、なんかあと可愛らしい靴下系もたくさんありますので、ぜひぜひ、ちょっとコーディネートもね、差し色にしてみたりポイントになるんじゃないでしょうか。はい、続きましてワークマンキッズでございます。トレーナー980円、パーカー1280円とか、はい、あと今季はですね、これスノーボードとかスキーの時に着られるものも出ております。イージスの防水防寒スーツキッズ、上下セットでなんと3900円という恐ろしいコスパでございます。今いくらぐらいですかね、子供用の上下セットで1万5000円ぐらい結構するんじゃないでしょうか。産休は恐ろしく安いです。多分そんなにたくさんは作ってないような気がするので、勝手な想像なんですが、欲しい方はですね、あの見つけ次第すぐ確保がいいかなと思います。これサイズが130と150ですね。で、フリーアジャスター仕様というところで、これね紐で部分絞ると長さが調節できるんですね、袖もズボンも。私もこういうタイプの子供に小さい時着させてたんですが、なので130と150しかなくてもある程度その前後10センチだとか20センチぐらいだったら調節ができるんじゃないかなと思います。はい、あと今季は、キッズのジャケット非常に増えております。これとかリペアテックのあらゆるフュージョンダウンアーバンジャケットキッズ、これすごいいいですね。うち子供にこういうの着させたいです。あと絶対保育園に行ってる方とか、あのフットがあるジャケットダメなところをとても多いじゃないですか。うちの保育園も昔ね子供の時ダメだったんですけども、スタンドタイプで、120と130サイズで、さらに中綿にはポリエステル50、アクリル10の他に天然のダウンが35とフェザー 5% 入ってるから非常に軽くて暖かそうですね。それが2900円で買える。しかもカラーがベージュとカーキグリーンという、なんかよくあるね、あの子供らしいカラーじゃなくてちょっと落ち着いた色味もあって、これは売れそうですね。で、あと、毎年人気のあらゆるフュージョンダウンフーディキッズ、140と150サイズ、小学生に本当いいですね。こちらも2900円。そして、何かちょっと習い事、サッカーの習い事なんかでも使えそうですね。130と150サイズの、バズヒートコートキッズ、こちらも新作でございます。3900円で長めのアウターが買えてしまうというね。これもポリエステル90と合成繊維が入ってるということですね。これもいいですね。はい、あとはシェルジャケット1500円、
あとこちらがマシュマロフーディーキッズ2900円、あとレインウェア系ですね2900円の背中が開いてランドセルの上から羽織れるタイプのほか、まあ、これも開いてランドセルからが濡れにくいタイプですが、ロングタイプがついに出ます。結構ね短いのだけじゃなくて長いの作ってくださいよっていう声があったので、長いのこちら2900円です。はい、あとパンツも、今流行りのねこういうジョガーパンツタイプも出るそうです。1280円、あとこちらのウォームクライミングパンツも1280円となっております。はい、続いて、またメンズに戻ってまいりました。メンズのメリノウールシリーズですね、こういった小物系であるとか目出し帽であるとか、あと靴下系も大充実でございます。はい、あと長袖のインナーも1900円ですね。メリノウールのね、メリノールのパンツ980円もすごい肌に良さそうですね。はい、続きまして、メリノウールではないワークマンのあったかインナーというところでお値段非常にお安いです。長袖のクルーネックが2枚組で980円、ロングタイツも2枚組で980円です。お安い。で、あとよりあったかいタイプサーモコットンは1枚で980円ずつ、さらに暖かさレベルが一番右よりウォームボアタイプ、さらに裏がボアで暖かいタイプ、こちらがですねこちらも980円と780円で、まあ、ちょっと厚がりの方とかもねいろいろいらっしゃるので、この暖かさレベルを見て選んでもらえるといいかもしれません。はい、あとはメディヒール、これ一般医療機器にね、認定されている、血行促進の疲労回軽減効果があるウェアになります。メディヒールのトレーナー2300円、スウェットパンツが2300円です。あとルームシューズ系もね今季もいろいろ出ております。はい、続きまして、グリーンテック環境に優しいシリーズ系ですね、デニムがパンツが2500円、いろんなねこれねあの形があります。スリムフィットだったりレギュラーフィットだったり、あとこっちはちょっとワイドフィットだったりね、あとウォーミーデニムカバーオール、これ初めてですね、カバーオールタイプが新登場です。ちょっと作業服のような感じの雰囲気もありながら、なんか新しさも感じる、なんかいいですねこれもね。あとウォーミーデニムなのでなんかちょっと裏肝になってます。このオーバーオールが3900円、キャンプなんかにもいいですね。はい、そして、シェフパンツ、シェフカーゴパンツが1780円、ウォームシェフパンツが1900円となっております。お安い。あとはワークジャケットが1900円、ワイドチノパンツも1900円です。続きまして、大定番で売れているパンツですね。 4D 防風ウォームパンツ2900円でございます。非常に暖かいパンツ、立体裁断で、少し丸みを帯びたデザイン、日本人に多い大客の人でもぴったりフィットするパンツとなっております。今季も色もねかなり多く取り揃えております。そしてなんといっても多分ワークマンで一番あったかいパンツはこちら、累計販売294万本を突破したという、ストレッチマイクロウォームパンツ2900円。これ中がねフリースが貼ってあるんですが、これがめちゃくちゃあったかいです。急行発熱のフリース、普通のフリースじゃないんですね、機能性のあるフリースを使っています。そしてエアロストレッチのウォームクライミングパンツ、秋から春にかけて3シーズン着れますよというところで1900円でございます。これもね履きやすいですね。で結構これ中にあの暖かいスパッツとかタイツ履くことで、さらに冬のね初めのあたりまでも履ける、もう本当に履きやすい大定番パンツです。そしてクライミングパンツの中に暖かくなっているバージョンがウォームクライミングパンツ2900円ですね。はい、続きましてエアロストレッチのクライミングパンツ、これねふんわり中綿が入っているタイプです。こちら2500円。そしてエアロストレッチウォームスラックス、これがねめちゃくちゃ履きやすいですね。あの変にポケットとかいらないよ、シンプルなのがいいよ、でもちょっと裏肝で、でも薄手の裏肝がいいよっていう方はこれおすすめでございます。すごい、あとストレッチで伸びるのがね私も履きやすくてよく履いてます。1900円。あと、バイク乗る方なんかにおすすめなのがこのユーロボアの防風ウォームパンツですね。はい、あと裏アルミの MA1 タイプジャンパー2900円、裏ボア MA1 タイプフーディ3500円。あら、これは新作ですね。中がボアタイプになっている、タイプで新登場というところです。フードは取り外しができるそうです。このあたりはね、まあ、定番商品になりますね。はい、続いてユーティリティシリーズでございます。
情報前後するかもしれませんが、YouTube 撮影いたしました。 MN タイプ、WN タイプのユーティリティジャケット2500円、これね毎年出てるんですが、2024モデル中が、ふわっとした肝のメッシュ生地になってますので、よりちょっと寒くなった時期でも着やすくなってます。あとこのスモーキーリーフのカラーがめちゃくちゃおしゃれで、いいです。女性にもおすすめしたいこのカラー。そして今季はレザーブラックというレザータイプも出ております。こちら2500円、これはまだね店舗入ってなかったですね。こちらの色は、あ、こちらの普通の素材感の方は店舗入ってましたが、こちらはまだ入荷してないところも多いかもしれません。あと大人気だった M65 タイプのユーティリティカーゴパンツ、これかなりね幅広のタイプですね。うちの中学生の息子とかもすごい好きなタイプ。こちら1900円です。はい、あと、先ほどのジャケットに、くっつけられるアタッチメントシステムというのがついております。ファスナーでくっつけられます。これはフリースインナーベストが1500円。あとは M65 タイプのユーティリティウォームジャケットが2900円ですね。あとこちら新作 MA2 タイプのユーティリティウォームジャケット、ちょっとかっこいいですね。かっこいい系の3500円でございます。はい、そして出ました X シェルター断熱ウェア、これが新作、ワークマンが作った世界初の新技術でございます。これ何かというと、気泡 X シェルターという薄いシートが洋服の間に入っております。でこのシートがよく見るとこう気泡が泡が入ってるような感じなんですよね。間に隙間があると、それが空気の層があることで断熱効果があると。よく家を建てるときに、あの壁と壁の間に断熱材っていうのを入れてると思うんですけど、断熱材があることで外が暑い時も中では涼しく、逆に外が寒い時でも中が、暖かくちょうどよく保たれるというのが、この X シェルターでございます。ワークマン史上究極の断熱テクノロジーがここに結実。外部環境の冷気をシャットアウトし、内部環境に生まれる熱を極限までキープする画期的な断熱層 X シェルターが新登場というところで、実はいろいろ触ってみたんですけれども、あのですね、そんなにジャケットがね分厚くないんですよ。今までのワークマンのウェアって、アルティメットフーデッドパーカーとかもめちゃくちゃ中綿入ってて裏アルミで、あのむしろ暑いみたいな感じだったんですけども、これは逆にそこまで中綿が入ってないにもかかわらず、この X シェルターが入ることで中を暑すぎなくてちょうどいい気温に保ってくれるという、快適ウェアなんですね。これはねぜひね着てみてもらいたいなと思います。そしてお値段もそんなに高いわけじゃないんです。 X シェルター断熱ジャケット3900円です。でこれ実際着てみたんですが、夏の、ライトをつけているワークマン本部の撮影スポットで撮影してても、普通冬物着て撮影するともう汗だくになるんですね。で喋りながら YouTube でやってると汗だくになるのが、なんかねそこまで暑くならないのが不思議でした。であとパンツも出ていて、パンツも2900円、ベストも2900円でございます。でこのあたりになってくるとちょっと中綿入ってよりあったかいモデルになります。 X シェルター断熱防水防寒ジャケット、これ防水ですね。あのレインの雨が降ってる日でも大丈夫、こちら5800円。あとはイージスのプレミアム防水防寒スーツ、もうこれ完全究極系でございます。上下セットで9800円。バイクなんかにもね本当いいですよね。愛嬌さんバイクのアンバサダーさんなんですけどもね、いいと思います。あと X シェルターを使った小物系もあって、マフラーが980円、あとレディースの防水ウォームアウター、これ今回レディースで一番値段的には高くなるんですが、より快適着やすいというところで4900円。あとキャンプ勢におすすめしたいムービングシュラフ、これどんな感じなんですかね、すごい気になるんですが9800円です。はい、あとバズヒートシリーズというところで、去年も人気だったロングシーズンで着られるエアフーディがバズヒートシリーズに登場というところです。エサーマロフトと呼ばれる中綿、まあその機能性綿ですよね。あと軽量柔らか立体構造で動きやすいというところでバズヒートエアフーディ3500円、これ着てみたいですね、動きやすそうですね。そしてバズヒートのシームレスワークジャンパー4900円だったり、あとこれ、長いバズヒートのフライヤースリーウェイコートということで、長めのベンチコート的なものですね。でさらにここファスナーってこれ外すとレギュラー丈のジャケットとしても着られるし、外した部分を膝掛けとしても使えちゃうというめちゃくちゃ便利なものになっております。こちらも高機能の中綿が入っているので非常に暖かいと。でさらに、
キッズ商品としてもこちらは出ているというところですね。はい、そして今期もリペアテックのシリーダウンシリーズでございます。リペアテックあらゆるフュージョンダウンアーバンフーディー3900円というところで、これ先ほどのキッズのご紹介しましたが、大人サイズでももちろんございます。色味いいですね。ベージュ、カーキグリーン、ダークブラウンで、なんかちょっとね、派手な色着づらいなとか、もうちょっとアースカラーで欲しいなっていう方に本当おすすめではないでしょうか。中にはフュージョンダウンでリサイクルダウンが 35% とフェザー 5%、 そして吸湿発熱綿が 60% 入って、軽くて暖かい、そして自宅での洗濯もできるタイプになっております。で、大人気のあらゆるフュージョンダウンフーディも3900円、薄手の中に1枚着るのにちょうどいいライトベストが2500円、薄手のライトジャケットが2900円、あと半袖タイプはお家で着るのに便利ですよね。こちらのフュージョンダウンが2500円、お家での暖房節約にぴったりなライトパンツも2500円となっております。それぞれね、収納袋もついているので、旅行とかキャンプとか持っていくときも便利です。はい、続きましてワークマンの代名詞、冬物といったらこれですよね。もうアルティメットフーデッドパーカーでございます。今季も出ます。4900円というところで、今までのワークマンをご存知の方ならば、ああ、ついに値上がりが来てしまったかと思われる方もいらっしゃるかと思います。非常にね、この円安の波が来ていたところで、いろいろなものの値段が上がっているというところで、ちょっと、ご了承いただけると、ありがたいです。ただ今季は、まあもちろんこれ一番多分暖かいアウターになるかなと思うんですが、他の新素材のね、エクスシェルターであるとか、他のウェアも出てますので、ちょっとお値段重視の方は他のね、2900円のアウターも今季はいろいろ出てますので、そういったところも検討していただくといいんですが、本当に寒い中で着たい、暖かいの着たいっていう方は、やっぱフーデッドパーカーが非常におすすめですね。ブラックアルミも入って、もう中綿量もすごいですしね。で、今季も新色が出ております。あとベストタイプ2900円、パンツが3900円です。そして、去年光る素材でもうすごくね、テレビでも取り上げられるぐらい SNS でバズったリフレクトカモシリーズですね。これめっちゃ光るやつです。これも4900円出てます。で、光るのはちょっと他カラーは光りません。リフレクトカモだけ光るといった感じです、車のライトで。はい、続きましてこれももう昔からの大定番、動きやすくて軽い、エアロストレッチのブルゾン2900円、ベスト2500円、パンツが2500円ですね。あとなんだかんだで冬になるとこれ着てる方も多いです。これも値上げになりましたね。ディアマジックダイレクトの防風防寒ジャンパー3900円、でも本当これ着てる人多いですよね。で、あとパンツ2500円、あとは、これ新作ですね、ディアマジックダイレクトのバッグシャギジャケット、中が裏シャギで暖かいタイプ、こちら2900円で、まあちょっとね、機能性を変えて2級でも出ております。はい、続きまして着るこたつタイプ、ヒーターウェアでございます。こちらモバイルのね、バッテリー、専用バッテリーを使うことで、ここの首元と腰のあたりが暖かく、3段階で暖かくなるタイプです。キャンプの時なんかにも本当に暖かいですし、お家でも多分今年もね、電気だけ高いかと思います。お家での時間を暖かく過ごす上、節電ウェアとしてもいいかなと思います。ヒーターベストが3900円、あとこちらもヒーターベストで、インナーベストなので、よりこちらよりも、中に着てて襟首とかがね、出にくいタイプですね。はい、ちなみにデュアル4ヒーター糖質防水防寒ジャケットということで、こちらもヒーター系なんですが、これ4箇所で温まると、さらに、防水効果もあるものが7800円、あとボリューム感のあるスポーツテイストのものが3900円。そしてこの反転っぽいのもいいですね。和を感じる反転タイプが登場というところで、こちらが4900円。これ別にヒーター入れなくても暖かく着られるし、本当に寒い時ヒーター入れるみたいなね、使い心地でもいいかもしれません。そして、ヒーターフリースの長袖ジャケットも新登場です。こちらは4500円です。で、全部使うときにはこちらのウィンドコアのハーフバッテリー4900円が必要となります。で、まあこれを1個買ってもらえれば、夏の、ファンウェアについても着られるし、冬物の方でも両方使えるといった形になっております。はい、続いて、これ先ほど紹介しましたね、 X シェルターの、レイン系のウェアでということで、もう一度紹介です。 X シェルターの防水防寒ジャケット5800円、でこれも X シェルターの先ほどの上下セット9800円のタイプですね。で、他に防水のイージスダウンということで今年も登場です。裏アルミにもなっております。こちらも値段が上がってしまいましたね。イージスフュージョンダウンジャケット6800円、まあでもそれでも
ダウンが入って6800円は安いですよ。まあ、ダウン35のフェザー 5% で他が高機能綿が入っているというところ で今季ポケットの袋布に、リサイクル素材とかね、ちょっといろいろサステナブルの流れもあります。カラー展開こんな感じ、すごく定番で売れております。あとはフュージョンダウンのパンツも4900円となっております。イージスシリーズですね。イージスシリーズ、上下セットでなんと4900円を維持しております。もう寒いと言わせないという感じで、ライディングモデルの、こちらの黄緑のタイプだったり、あとはこれ釣りモデルですね。こちらも上下セット4900円、ワークモデル、そして、これがアスレモデルですね。そして冬のモデルというところで、もう親子で、スノーボードが楽しめてしまうというところで、イージスの防水防寒スーツ4900円となっております。本当に安いので、去年これが出た時とか、私友達からも、あれっていつ入荷かわかるってすごいね、友達からも連絡をもらうほど、結構本当にやっぱ子供が大きくなってきて、一緒に雪遊びをしたいんだけど、がっつりスノボするわけじゃないから高いウェア必要ないっていう親御さんにも本当ぴったりだし、あと私も全然ワークマンのウェアを着てスキーするんですけど、全く問題なく使えますので、ぜひぜひお安く揃えたい方ご注目ください。はい、そして、バイクなどでも使えるイージスの360シリーズですね。このあたりもジャケット5800円で発売がされております。6800円のタイプもありますね。はい、あとこれな、ちょうどいい、冬に去年これ着ててなんかちょうどいいって感じたんですよね。暑すぎ、結構暖冬だったので、暑すぎるアウターだと私汗かいちゃってたんで、このイージスの防水防寒サーマルジャケット3900円、すごくいいです。動きやすくいい、中綿の量ちょうどいい、暑すぎない。でパンツもこちらも防水になってて2900円です。であと秋冬物のレイン系でいうと、イナレムライトウォーム2ウェイスタンドカラージャケットが3900円、ライトウォームパンツが2900円、あとはもう全然オールシーズンいける肝とかついてないタイプが、上下セットのイナレムストレッチレイスが5500円ですね。パンツだけ欲しいよという方は1900円でも販売があります。はい、あとイナレムのプレミアムラインというところで、ワークマンの防水防寒史上最多機能を搭載しておりますというところです。カラーも今季こういうウォルナットというカラーが出ています。耐水圧が2万の、糖質度が4万、非常に蒸れにくくなっております。ちょっとね、詳しい機能についてはカタログのこちらを見てもらうというところで、これガード付きで冷気や雪の侵入を防ぐというところなので、スキーなんかにもね、非常に使っていただけるモデルになっております。はい、あと春夏も人気だった、ホンダの二輪デザイナーさんが監修したレインウェアも引き続き販売があります。あとこちらイナレムプレミアムのバグイントレックフーディ、トレックに、特化した、引き手の、ね、ホイッスルが笛になっていたりだとか、引き締め感を調節できるフードがついていたりというトレックモデルですね。はい、あとマシュマロ加工のように気持ちいいバーズヒートシリーズ、これめっちゃ気持ちよかったです。去年着ててふわふわなんですよね。で、マシュマロカーディガンとか非常におすすめです。2900円。あとね、この長いタイプとかね、マシュマロレインジャケット3900円とか、あとこの長さのあるマシュマロエスキモバフコート、名前いいですね。5800円。あ、裾コードでシルエットに変化をつけられる、長さをちょっと変えられたりするんですね。これも暖かくて良さそうです。はい、あとこちらも結構お値段お手軽な1900円のジャケットであったり、あとヤッケも980円シリーズですね。お安いのももちろんワークマン応援しております。はい、そしてレイン系で、新たに、台頭してきたのがこのフューチャーテックシリーズですね。フューチャーテックのレインスーツ、上下セットで4900円、ちょっとイナレムなんかはね、アウトドア感が強いので、よりシンプルに街でも着たいっていうね、声にお応えしているシリーズですね。これも収納袋付きで4900円、耐水圧3万の、糖質度2万で非常に蒸れにくく、雨も避けてくれるタイプになっております。さらに今回ウールタイプのレインジャケットが新登場です。フューチャーテックのウールライクレインジャケット2900円、あとウールライクレインパンツ2900円、ウールライクレインコート3900円と、もう本当にいろんな、もう何でしょう、レインだけど冬の雨って本当嫌ですよね。で、濡れると結構冬物乾きにくかったりもするので、でもやっぱりなんかちょっとウールっぽいジャケットっぽさは残したいよって方に最適なシリーズではないでしょうか。あとバックインシリーズの定番品も引き続き販売がございます。
はい、あとこちらがですね、赤十字の災害救護の専門家と一緒に作ったシリーズでございます。フラッシュライト防水防寒ジャケット5800円と、あとレインスーツのセットの方ですね。こちら、防寒はついてないですね。こちらが、そういうあのですね、そういう災害時に適したモデルで、フードのところに実はライトが仕込んであったりであるとか、あと手首のところまくるとこういうレッドの赤いね、蛍光剤があったりっていうモデルがあります。最近災害も多いのでこういうの揃えておくと非常に安心かなと思います。あと他にもね、お値段お手頃なレインスーツ1900円のシリーズであったり、本当にありとあらゆるものがありますので、あとサバゲーにも人気のカモフロ柄とか、こういうのも980円中でも揃っております。はい、あとプレミアム超撥水ソフトシェルというところで、ソフトシェルトラックフーディー2900円です。これね、ものすごくいい撥水機能をつけております。撥水技術薬剤メーカーと共同でオリジナル素材開発しましたというところで、あと生地もすごい耐久性が高くて、実際これお水かけて私も動画でレビューして、そのうち公開すると思うんですけども、めちゃくちゃ水弾きます。もうこれ2900円でこんな生地本当にいいのかなっていうぐらいな感じで、アンバサダーの久富さんと開発協力をしたというところで、すごくトレッキングやられる方に熱くおすすめしたいジャケットが新登場です。パンツもありますね。はい、あとバウンディパウダーフライレインスーツ上下セット4900円。これね、ふわふわしたすごいね気持ちいい素材の、レインジャケットです。で他にもウィンドシェルということで防風性とかですね、撥水性に優れたものもたくさん出ております。私最近長野の山であるとか高尾山なんかも登ったりするんですが、やっぱりねこういうフリースのクルーネックであるとかジャケットもワークマンではお安く揃いますので、こういったもの1900円とかね、山小屋の防寒リラックス着としてもおすすめですよというところです。あとやっぱりレインジャケットであったり、レディース用のねウェアもレインジャケット上下セットインナーレムのもの4900円、ウォームクライミングパンツも2900円、あとやっぱ山行くとねこのクライミングパンツ系履いてる方本当に非常に多くなってますので、あと今季実は新作で、トラックシューズアジムというハイカットのものと、あとローカットのタイプもね、登山靴で入っております。こちらも大人気のシリーズになる予感ですので、ぜひぜひ、山をやる方もチェックをしてみてください。そして、キャンパーさんにもおすすめ、自然の中で炎をめでるというところで、フレームテックという炎の火の粉が飛んでも燃えにくい防油加工がされているタイプも今季もあります。フレームテックのフラッフィーウォームリトルモンスターパーカーが4900円、あとは大きめのモンスターパーカーも4900円、あと私が監修しました、コットンキャンパーですね、こちらも引き続き発売、コットンキャノラックもありますので、ぜひ秋キャンプなんかのね、着ていただくのにぴったりかなと思います。あとは火の粉に強いシューズなんかも出ていたり、あとやっぱりねキャンプやってるとね下半身が冷えるんですね。アラエルフュージョンダウンのモンスターパンツ3900円、こういうのを普通のパンツの上から重ね着して履いてもらうとめちゃくちゃあったかいです。はい、あとジョギングランニングでぴったりなウォームジャケット2900円、ウォームパンツ2500円、あとはタイツとかですね980円で発売もございます。あとこのあたりはもうね店舗入ってるの確認済みです。ミックスダウンクロスシールドジャケット、中に中綿でダウンとフェザーも入っているねタイプのものもございます。はい、あとは、ゴルフのウェアも今季も引き続き発売がございます。ストレッチパンツであるとか2500円とかですね、あとなんとシューズも2900円、ちょっと温かみのある防風発熱フリースフーディーが2500円とかね、あったか系のものいろいろございますので、ぜひぜひこちらもチェックしてみてください。はい、そしてバッグ系も今季も、新作たくさん入っております。スプリットトートバッグ2900円、これ2泊3日ぐらいの荷物がザクッと入ってしまいます。あとはベーシックバックパック2500円、シンプルでも長方形のリュックが欲しいよなんて方には非常におすすめ。さらにこちらももう店舗入ってますね、リュックに変身ショルダーバッグ1900円、ショルダーバッグにもなるし、実はこうリュックにもなるタイプですね、旅行の時なんかも便利かもしれません。あとは、災害時なんかも役に立ちます。防水系のリュックも2900円。防水メッセンジャーバッグも2900円です。そして、シューズ&ヘルメットインデイバッグ3900円。ヘルメットがね、これね、外側のこの黒いバッグのところに入れられるという、こんなのもね、災害に備えて持っておくと安心かなと思います。はい、その他。
小物系ですね。こういった、ウォームフラップキャップも1900円、エアロゲルの防水ワークキャップ、防水なのに1500円とかすごくいいですよね。あとバケットハットであるとか、ベロアのキャップも780円。本当ね、ワークマンね、帽子屋っぽい感じもありますので、ぜひですね、小物を探しにワークマンに行ってみることもおすすめします。あとはこういったグローブ、そうワークマンはね、多分ね、手袋屋でもありますね。ありとあらゆる防水モデルのね、手袋なんかもありますし、本当にあのこういうスキースノボ系の手袋を買おうとするとすごく高いですよね。高いですが、ワークマンだったら2900円とかで買えてしまいますので、まあ、防水と防寒兼ねている名前が入っているもの、これちょっと選んで試着してもらって、選んでもらうといいかなと思います。さて、あとじゃあブーツ系も行ってみましょうか。ケベック2500円、ケベックネオ2900円。ケベックネオの方が、そこが、ガラス繊維が入っていて、雪や氷の上で滑りにくくなっています。大定番のシューズですね。あとはケベックショート、丈が短いタイプ2500円だったり、あとコーデュロイのね、ショートブーツ、コーデュロイモック2500円。あとは、これもね、あったかくていいですね、ボガンラークスハイランダーでした。はい、あとこちら先ほどちらっと紹介しましたトレックシューズアジム4500円とトレックシューズエンギル3500円ですね。実際私これ長野の、洗浄時期カールで履いてきた動画がありますので、よかったらそちらの動画もチェックしてみてください。あとは、冬になるとね、すごく売れているトレッドモックエコ1780円だったり、かかとがもうあのサクッと履けるタイプディアテックススリッポン1780円。こういったね、中綿が入った暖かい系の靴もワークマンでは多数揃っております。あとは定番で履けるハイバウンスバラストウォーク2900円だったり、あと実はこれ新作です、マンダムオーリートライアーバン3900円。これもうね、入荷している店舗もあるそうです。前もこのシリーズあったんですけど、色味とデザインがちょっと変わったかなと思います。今回のね、パリオリンピックでもスケボー本当大人気だったので、ちょっとこれを機に始めてみたいななんていう方にいいんじゃないでしょうか。これ天然なんですね。天然のスウェード採用してるっていうのがなかなか高級感があっておしゃれでございます。はい、あとランニングなんかにぴったりな防水シューズのハイバウンスレインが2900円。あと私これを履いてずっとあのランニングをしています。アスレシューズハイバウンスオーバードライブとか、あとこれももうワークマンのもうほんと代名詞とも言えるアスレシューズハイバウンス1900円ですね。これうちの長男にも履かせてますが、非常に履きやすい耐久性もあるシューズになっております。で、今季圧倒的パフォーマンスシリーズとして1500円のシューズが新登場です。アスレシューズエピオン1500円、あとはアスレシューズマジック1500円も新登場です。はい、あとマッスルブースターセーフティ3900円。これはあの安全靴なんですけれども、中敷きにちょっと特徴がありまして、この立方骨というのを支える特許があるちょっと特殊な中敷きなんですね。これね、持つとね、重いものをなんだろう、グラッと重いもの持ってもすごく下半身を支えてくれるみたいなんで、筋力サポートをしてくれるシューズになっております。これ3900円、ぜひあの路面店の作業系をよく扱うワークマンで販売されております。このあたりはちょっとね、セーフティーシューズ系なのでさらりと流させていただきます。はい、あとキーワードで知るワークマンというところで、いろんなね、ファインドアウトだのイージスだのよく聞くけど、ブランドの定義ってどんなのとか、フレームテックって何、ディアライトって何、ディアマジックダイレクトって何みたいなのをね、あと素材についてとか機能についてもいろいろ書いてある非常にマニアックなページですが、気になる方はぜひ読んでみてください。あと実はこんな使い方ワークマンできるんですというところで、ユニフォームとかね、何かクラスの T シャツしたり、イベントとか、あと大学祭とかね、あとなんか会社のイベントとかでもオリジナルプリントや社名の刺繍ができてしまいますと、例えば T シャツだったら、こういう T シャツだったら半袖580円、長袖780円でいろんなデザインとかね、できてしまいますというところです。はい、あとヤルネシリーズ業界最安値ということで、ポリエステルのヤッケ399円、セーフティーブーツ1500円とかね、あとスラックス980円、あと軍手が実はワークマンで一番売れてる商品になります。全商品の中で一番売れてるのが10個セットで199円という恐ろしい安さになっております。
あとヘルメットの内入れとかもしてくれるんですね。まあ、いろいろできますので、まずは店舗スタッフまでご相談くださいというところです。はい。あと、このあたりは、まあ、エプロンなんかはね、結構キャンプなんかでも使える系のエプロンがあったりだとか、あと、このあたりはもう本当に、厨房で働く方の、この後はそうかな。職人さん向けのページかな。あと X ブースターシリーズで腰の負担をちょっとねなくすという X ブースターアシストワークパンツ1900円とか、あとアシストストレッチパンツ1900円なんかもあります。あとはこういうねあのサポートジャケット BB プラスエア14,800円、これ実際私試してみたんですけど、本当にね重い20キロぐらいの荷物がね持てるようになるんですよ、不思議と。あれなんか重いものを持つ仕事をされている方とかねすごくいいかなと思います。あとは、こういうちょっとねバレーボールのね選手の方もされてましたよね、コラントッテの、この血流とかをね良くする磁気ネックレスですね。こういったものも実はワークマンで取り扱いがございます。そしてつなぎ系もありとあらゆるものが、まあこういうものはね逆に言うとすごくその値段をそんなに上げようとしてないのでお安いかなと思います。25とか29で買えるしね。はい。でこのあたりは本当に作業服になるんですが、あのこのあたりはプロコアシリーズですね、そういうプロの職人さん向けの細くてスリムでかっこよく着られる、シリーズでございます。こういうのもね一般の方が着てもかっこよく着られるんじゃないでしょうか。あとプロコアアークスジョガーパンツ、こういうのとかもねかっこいいですね。2900円。あとこういうねジャケット私もなんかちょっと着てみたいな。プロコアのスタンドジャケット4900円、色味かっこいいですね。いいな、今季はサリーさんこういう感じで攻めたいな。ベスト3900円、かっこいい。というわけで、まあどういう思いでプロコアアイテムを作ったのかというインタビューなども載っておりますので、ぜひぜひチェックしてみてください。はい。というわけで今回はですね、ワークマンの2024年秋冬物のカタログをご紹介いたしました。やっぱりね、なんかもう私も見ていてワクワクするような。で、もうほんと新作のシリーズなんかもね、どんどん出てきておりますので、で、できるだけその、ワークマンとしても本当に最近暖冬なので、めちゃくちゃ暑いアイテムはもちろん残しつつも、程よく着られる感じのアウターも、多くなってきていますの で, でより、その職人さんっぽいとかキャンプっぽいっていうよりは街で着られるアウターもどんどん揃えてきております。レディースもかなり拡充しておりますので、ぜひですね、あの私の YouTube の方チェックしていただければ、あの発売時期であるとか、店内レポ毎週1回本当に店内レポしてるので、今のワークマン店舗どんなのあるかななんていうのは見られるかと思いますので、ぜひぜひチェックをお願いいたします。今回の動画が良かったよという方はいいねボタンをチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画ですぐお会いいたしましょう。またね。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。もう一つのチャンネル、サギーのキャンプチャンネルもぜひチェックしてみてください。 Twitter、X、Instagram、TikTok もやっておりますので、ぜひそちらもフォローよろしくお願いします。